昨日と同じか少し低めのところがありますね。そして明日になりますと低気圧がいよいよ関東地方に近づいてきますが、雪を降らせるような上空の寒気がもう東北地方の方まで北上していますから、明日の関東地方は雨が主体になると思います。雨ですか。はい、明日の予報。